皆さん、こんにちは。今はどこにいるかというと、ウズベキスタンの首都のタシケントにいます。昨日、中央アジアのキルギスの首都ビシケクからウズベキスタン航空を使って戻ってきたんですけど、10日ぶりです。で、今日は宿でなんかシャワー浴びてたんだけど、バスタブがあって、バスタブがちょっと滑りやすくてですね、入ってちょっとこうやって足を動かした瞬間で後ろに転倒してしまって、で、なんか後ろがちょうど洗面台だったんですよ。で、こうやって頭から後頭部から突っ込んで、そしたらその洗面台が割れちゃったんですよ。で、まあ、もちろん宿にしっかりと正直言ってるんですけど、まあ、いくらになるか分かんないけど、一応まあ保険入ってるんですけどね。こう来て、石頭だからなのか、それともまあ洗面台がもろかったのか分かんない、割れちゃってですね、あれでした。でも一応ね、頭大丈夫です。で、今回は題名でも入れさせていただいたんですけど、横浜ですね。横浜、石崎町に隣接する最大の歓楽街ね。これ私自身が、まあ、たまに行くところなんですけど、石崎モールとかね、曙町とか、まあ、この間小金井町とかも久々に行ってみたんですけど、あの辺りの動画、最後の再生リストに貼り付けます。ぜひ見ていただければと思うんですけど、横浜の歓楽街、最大の歓楽街、石崎町界隈ね、関内とかあの辺りですね、に隣接する若葉町。若葉町って言ったら皆さんね、先日タイ料理屋も結構あるんです。あの辺り結構アジア系の人々住んでいて、タイ料理屋があって、タイ人が、日本人と、まあ、喧嘩になってね、多分その素手ごろじゃ負けたから、最後ナイフで刺しちゃって殺しちゃったっていう事件があったんですけど、その若葉町ですね、との周辺で売春などの目的で、路上で男性客を取る外商のうち、男商として金を稼ごうとする来日する外国人男性の研究が増えているということです。ここ最近ずっと新型コロナ水際対策の緩和で、水際対策でね、なかなか来れてなかったんだけど、緩和されてから、まあ、来日しやすくなってね、来てるのかなって感じはするんだけど、これに関して今、警察から県警もかなりね、パトロール強化しているということです。若葉町ということで、まあ、一応動画でも最後貼り付けさせていただきますけど、JR 関内駅から徒歩10分ぐらいですね、小金町のところなんかも割と歩いていける距離なんですけど、マンションとかビルが多数、若葉町その周辺ということで、深夜になると雰囲気がちょっと変わるんですね。これ昔からね、この辺りとか福富町とかもそうなんだけど、結構外国人の売春婦とかがね、立ちんぼ結構立つたりしたんですけど、コインパーキングやビルの脇にタイトなスカートの調子の姿ということで、片言の日本語で「こんばんは、遊ばない」というふうにね、言ったりするということで、そういったところで、まあ、多くはタイ人の男性ということですね。まあ、他にタイ以外にフィリピンとかペルー国籍で27から53歳の男を、県の、ね、迷惑、行為、常習法令違反、客待ち容疑で逮捕した。まあ、これ、例えばパトロール、まあ、警察が出向来て、捜査してたりもするので、実際警察官にいきなり話しかけてきて、そこで逮捕ってあるんですけど、現行犯でね。で、そのうち4人は観光ビザで入国して、近くのマンション、ホテルに泊まって深夜路上に立っていたということで、まあ、すでに帰国していたということなんですけど、このいわゆる横浜ということで、関内から歩ける距離、伊勢崎町、ね、曙町のあたり結構風俗多いんですけど、伊勢崎町とかで、昔は小金町ってあって、あの辺りちょんの曲がったんですよ、一大の歓楽街ということで、2005年までは、まあ、赤線ということで、まあ、ピンクの街灯が出ていてね、外国人の、娼婦がね、いて、で、その後、その時の知事によって廃止に持ってかれ、東京でも町田とか、JR 側の駅の方ですね、あちらに、ちょんの曲があってということで、そこもね、石原さんの時に、潰し、あの廃止にしたんですけど、結構あの辺りは、だからその当時、ね、一昔前は韓国人の方いたでしょうけど、その後台湾とか中国人、タイ人とかね、南米系とかもいたりしましたけど、結構そのチョンの間、小金町の辺りは、普通に売春が行われていたわけですね、川沿いのところに立っているということで、これはまあ最後またね、久々にちょっとあの辺りに行ってみたんで、動画で出してね、最後ちょっと見ていただきたいと思います。で、あと福富町の辺りなんか行くと、普通に立ちんぼとか昔からいて、ね、誘われてってあったんですけど、
今回コロナ禍で再びということで、結局はそのビザの緩和ってあるじゃないですか。観光でね、観光目的であれば、まあ、いわゆるビザなしで来れるという期間、これで結局日本に外国人が来て、タイ人の女性なんかがマッサージ店に入って行って売春してるっていうのもね、まあ、警察側は一応把握はしてるんだけど、その言ったことがあります。ビザで、だって観光で来て、ビザで、ね、ビザなしで来て、じゃあそこのところで、現地で日本円を収益としてもらうっていうのは、これはダメ、就労になっちゃうからダメなんですよね。なので、そういったところっていうのは結構やっぱりビザの看板の裏では、そういったことも行われているということもね、まあ、知っていただきたいかなというのが思うところでございます。で、今回、談笑ということでね、まあ、談笑ということで、外国人男性が立って、日本人の女性が買うとほとんどないと思うんだけど、まあ、いわゆる男性がね、日本人の男性が、まあ、男にしか興味ない方々が、まあ、いわゆる談笑も買うということですね。なので、そういったところも少し需要があるということで、男の娼婦が立っているということです。はい。ということで、結構この先日はタイ人が日本人を刺し殺すという事件がありましたけど、結構混沌としたところですね、曙町、あとは関内の辺りから石崎町、石崎モール、そして若葉町、福富町、ね、あとは、小金町付近までね、ということで、かなり、まあ、混沌としたところです。まあ、戦後なんかだと結構普通にスラム化してて、ね、川沿いのところがね、結構このシャブとかね、売られていたりとか、結構危なかったりもしたんだけど、ということで、またあの辺りはね、ちょっと行ってみたいかなというのは思うところです。まあ、よくたまに行ってるところなんですけどね、まあ、この動画でもよくアップさせていただいてるんですけどね、まあ、とにかくこういったところで日本に来て買収して稼ぐっていうのはね、これは本当にしっかりと警察としては対策していかないといけないし、逮捕して送還していかないといけないし、ここに関しては、しっかりとやっていくべきかなっていうのはね、思うところでございます。ということで、今、中アジアの、ウズベキスタンの首都、タシケントにいます。この後、タシケントから、サマルカンドとかブハラとかヒバに行きます。そしてその後ちょっと行こうとしているところがあるんですけど、またね、海外からの実力動画を伝えていきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。チャンネル登録いただいていない方、チャンネル登録いただければと思います。よろしくお願いいたします。